動画の方ごご視聴いいいただいてありがとうございます、えー。今回はですね、参政党式、えー、街頭演説妨害は威力業務妨害罪ですからということをテーマに、えー、お話ししてまいりたいと思います。えー、昨今ですね、参、え、政、ー、党の演説がすごいという YouTube の動画がたくさん上がっています。そして、参、え、政、ー、党の支持者という形でですね、参政党を知って応援している方がたくさんいるということはですね、まあ、事実かと思いますが、いろんな動画にですね、 こう演説を、まあ、こう大声で罵って邪魔をしてくる輩が現れているシーンをです、ねまあ、あの見受けられるかと思います。で、まあ、そういった演説上においてです、ね、こういった演者に対しての暴言とかあるいは聴衆に対して、えーまあ、雑音を発していることも含めてです、ね、これは威力業務妨害罪にあたるんではないかということをです、ね、私なりに考察してまいりたいと思いますので、えー、聞いていただければと思います。 さて、えー、まず威力業務妨害という言葉を聞いたことがありますでしょうか、これはですね、刑法の第233条に虚偽の風説を留布しまたは偽計を用いて、えー、人の信用を毀損しまたはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると。 いう規定がありまして、さらに、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害したものも全条の例によるということで,で、この2つの条文というのは、ですね威力業務妨害という犯罪について、刑法が規定しているということを表しています。つまり、刑法にこういうことが書いてますよということですね。で、えーまあ、ちょっと細かい説明は今からやっていきますが、まず、刑法犯とは何ですかということなんですが、刑法犯は、 凶悪犯や粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他の刑法犯のことを言います。これは殺人や強盗、窃盗などの刑法などの法律に規定する犯罪を、 意味しますで。刑法犯という形でくく、えー、っているのはですね、刑罰にあたるものは、刑法以外にも、個別の法律が結構ありまして、それに、あの何年以下の懲役にしますよ、こういうことしたらダメですよっていう、そういう罪状が、えー、刑法以外にもいろいろ書かれていますが、まあ、今回は特にですね、刑法第234条の威力業務妨害罪についてのお話をしてまいりたいと思います。 でこの2つを合わせて、業務妨害罪という形で、まあ、語られることに、えー、なっているということなんで、まあ、特には威力業務妨害罪という、この234条のことをですね、メインにお話ししてまいりたいかと思います。まあ、一応、紹介しておきたいと思いますが、えー、刑法第233条の偽計業務妨害罪、こちらは、 虚偽の風雪を留付しまたは偽刑を用いて人の信用を毀損しまたはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとあります。 で、えー、次に、ですね、刑法第234条の威力業務妨害罪というのは、威力を用いて人の業務を妨害したものも全条の例によるということで、まあ、これはちょっと繰り返しになりますが、この2つの犯罪について、えー、233条、4条において、まあ、同時に規定しているということですね。さて、 まず、この2つの業務妨害罪というのはこういうことですということで、えー、ウェルネス法律事務所様のホームページよりちょっと参照させていただいておりますが、えー、7つの論点をですね、私なりにちょっとまとめましたので、えー、お話してまいりたいと思います。まず、1、業務妨害罪の要件はということで。 で要件というのは基本的に法律の条文にですね、こういうことをしたら罰金に処するみたいな感じに書いてる、このこういうことをしたらというやつを要件と言いますね。で、その要件において、えー、まず、その一、えー、番の業務妨害罪の要件とは何かというと、人の業務を妨害すること。これが要件です。つまりこれを行ったら刑法犯という、そういうことですね。これが要件。で、2番目です。 業務妨害罪のじゃあ業務とは何かというと業務妨害罪の業務とは職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う業務のことですね。 これが、まあちょっと、あのー、法律用語に当たりますので、ちょっと解説が必要なんですけど、会社や店の営業活動が典型的な業務です。まあ、これは一般的常識の業務ですね。だから、会社の仕事とか、店の、まあ、店番とか、まあ、そういうのがですね、業務と言われたらそうですよね。ところが、営利目的の活動に限らず、 例えば次のような活動も業務妨害罪の業務に当たりますということで、下に明確に書いていますが、政党の政治活動ですね。これは賛成党の演説活動はこれに該当しますよね。つまり業務ですよねということです。下の3つも同じくということですが、今回この演説の妨害者は賛成党の業務を妨害していますということで間違いないかと思います。だから演説を しているのは、参政党の業務にあたるということです。この2番、非常に重要なんですね。そして3番、業務妨害罪の妨害とは何かということですね。えー、つまり、えー、まあ、いわゆるその暴言を吐いている人物が行っている妨害っていうのは、その業務妨害罪の妨害にあたるんですかということですけど、えー、読んでいきます。業務妨害罪の妨害は、実際に人の業務を妨害することではなく、 えー、妨害する恐れがあるる行為で足りるとされていいるるととうことですすね、えー、妨害する恐れがある行為をすれば実際は被害者の業務に何らか影響が生じていなかった場合でも業務妨害罪が成立するということですだからこれ要するに、えー、業務の妨害ですね妨害というのは被害が出なければ妨害じゃないではなくて被害が出ていなくても妨害にあたるという、まあ、いわゆるその妨害の,あの内容を こう広めに解釈しているということになりますのでまあなんというかこう「ぶん殴るぞ」と言っただけでもぶん殴ったことになるみたいなそういう考え方ですねだから業務妨害罪の妨害というのはその解釈の範囲が広いということですねそして4番目業務妨害罪と告訴これはちょっとまあ手続き的な話なんですが業務妨害罪は被害者の告訴がなくても起訴ができる非申告罪であると。 非申告罪罪ととは告訴訴ががなくても検察官が被疑者を起でできる犯罪のことですねだから、いわゆるその、まあ、例えば性犯罪とかで、あの、性被害を受けましたっていう人が告訴しなければ立件されないとかいう条件があったりするんですが、そうではなくて、えー、検察官が、検察官の判断で立件することができるということですね。えー、だが、 まあここからはちょっとまあ,あの問題点になるんですけど、業務妨害罪が実務において、国訴状が提出されるケースは少ないのが現状ですよと。被害届も出ていなければ、事件化する可能性が低い、それが現状であるということですね。だからここが問題点で、えー、まあ、いわゆるその演説を妨害する男がやってきましたよと。で、わわ言って、演説を邪魔して帰ってきましたと。で、これを被害者と被害届を出すっていうことが行われていない。 で、えー、警察もそれを立件しないということが、この演説妨害というものが成り立ってしまっているということになりますね。まあ、この話はちょっとまた後でしたいと思いますが、ちょっとこの論点については、ですね非常に重要なポイントかなというところですね。 そして5番目に業務妨害罪の種類ということですが最初に説明しましたように業務妨害罪には威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の2つのタイプがありますでこの2つというのはどういうあの種類なのかと申しますとどちらも業務を妨害するという点では同じですが妨害の手段が異なりますということで、えー、威力で業務を妨害するのが威力業務妨害罪であって でえー、虚偽の風折または偽計で業務を妨害するのが偽形業務妨害罪となりますでこの1番の威力業務妨害罪というのが今回のテーマですので今回に関してはとにかく威力を用いて、えー、邪魔をしてくるものがうざいという話をしたいので。 威力以外のことを用いているこの議計の方はちょっとスルーしたいと思います。実は要件もですねちょっととややこしいというのもありますですでがまあ今回はとにかく威力を用いているということに対して、えー、まあちょっとお話をですね深掘りしてまいりたいと思っておりますが6番ですね業務妨害罪の罰則についてなんですけども。 あの威力ということがちょっと問題になってくるので、それについてはちょっと後日、えー、詳しくお話ししたいと思いますが、7つの論点目の6つの論点ですね、えー、業務妨害罪の罰則についてなんですが、威力業務妨害罪も偽計業務妨害罪も罰則は同じで、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですと。 だからこれが立件されて、それが判決が確定した場合は、まあ,あの50万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役ですね。まあ,あのちょっと全国逆になりましたけど、まあ、3年以下の懲役、または50万以下の罰金という、まあ、確定したらこれをしなければならないということですね。だからまあ懲役食らいますよという話です。で、7番、現行犯逮捕もありうるということで、まあ、これについてもいろいろ議論の余地はあるんですが、あの現行犯逮捕とはそもそも何かというと、現 に犯行を行っているか、もしくは犯行を行い終わったものを令状をなくして逮捕することを言いますと、大体逮捕するためには裁判官が令状を出さなきゃいけないんで、その令状をする手続きっていうのが必要なんですよねと、ところが現行犯ということは、もう現に犯罪が行われているものを抑止する必要があるわけですから、それをもうその場で逮捕するという、そういう行動ですね、当然これは大事なことだと思います。 犯罪が目の前で行われているけど、令状がないから逮捕できないということでは犯罪を抑止できないので、現行犯逮捕という考え方があります。これが212条の第1項ですね。えー、ちなみに、罰金が30万円以下の犯罪が軽微であると見なされるものには適用されないという、まあ、そういったものもありますが、まああのーまあ、今回の業務妨害罪というのは、罰金50万円以下ですから、この軽微な犯罪とはみなされていないわけですね。で ですから、現行犯逮捕もありうるという、この7番のことになりますよと。また、現行犯人は何人でも逮捕状をなくしてこれを逮捕することができる、刑法213条ですね。ここは本当に意外に知られていないと思うんですけど、逮捕ができる人というのは誰かというと、警察官とかですよね、と思いがちなんですが、現行犯逮捕というのは、 誰でもででもきるとということなんですねだから警察がいませんそして犯罪が行われていますっていうことでもうこれはもう今行われている犯,犯人をですね自分が捕まえなければしょうがないと思ってあの現行犯逮捕を実行するということも可能だということですただこのまあ現行犯逮捕ということ自体には非常にリスクが大きいのであまり推奨されるものではないのかなとは思っていますただ 現に犯罪が行われていることに対して現行犯逮捕というのができるということは是ですね是非あの認識として、えー、知っておいていただ,いただきたい、えー、重要な事項ではないかと思っています。さてということでここまでですね威力業務妨害ということで、まあ、特に刑法犯罪であるということとそのまあ内容をちょっと詳しく見てまいりましたが。 えー、ここからはさらに威力業務妨害罪ということについてもう少し深掘りしてまいりたいと思います。まず1番ですね、威力とは何だろうということで、で先ほどから業務妨害の業務とか妨害とかいう話をしましたが、この重要なですね、じゃ威力というのは何ですかということで、えー、見ていきますと、威力業務妨害罪の威力とは、人の意志を制圧するような勢力のことであると。 まあこれ分かりにくいんですけど、分かりやすく言うと、相手にプレッシャーをかけることというと、まあ、こういう解説をされておりますけど、まあ、要するに、相手がうっと思うようなことをすれば、それは威力という考え方になりますよと。で、まあ、要するに客観的にプレッシャーを受けるような行為であれば、実際にプレッシャーを受けていなくても威力に当たると。まあ、これは前述した通りですね、威力の解釈というのは結構広めにとっていますので、 えそんなことが威力になるのというようなことも威力に当たりますという感じですね。だからまあ下の威力の具体例ということなんですが1番、暴行、脅迫によってプレッシャーをかけるこれはもちろん威力をかけるということになりますよと。 まあ、暴行というのは要するに有形力の行使ということなんですけど手でパンチしたりとか足でキックしたりとかこれは暴行ですねであと脅迫ですね殺すぞとかいう言葉を直接投げかけるとか、まあ、これはもちろんプレッシャーになりますそして2番の大声を上げてプレッシャーをかけるということもこれも威力に当たるということですから、まあ、これがまさに演説の妨害者がまさにやってのけている 犯罪行為とということになりますよね。つまり、えー、アンチの演説妨害というのは大声を上げてプレッシャーをかけていることではありませんかと言われた時にまあ多くの人がどう答えるでしょうね。 いや、あれにはプレッシャーを感じませんねという人がまあいるかもしれませんが一般的に考えればアンチの暴言というのは威力に、えー、なるんではなかろうかと思うんですね大声を上げてプレッシャーをかけているとみなされるのではないでしょうかこれはですね、まあ、法廷でどんな判決が下るかというのは裁判官がそれをですね、えーまあ、判断するんですけど私に言わせてもらえばですね、あの演説を邪魔するような大声というのはまあ 演説者にはもちろんですけども周りにいる聴衆の人たちにも、まあ、うっと思わせるようなそういうプレッシャーをかけているんではないかと私は思っておりますがそしてまあ3番と4番これは、まあ、あまあ3番は物を壊すことによってプレッシャーをかけると、まあ、これはよくあることなんですけど、まあ、強盗犯とかがですね直接え何も言わなくても なんかこう周りにあるものをこう壊してみせてで威嚇するとかまあそういうイメージですね。で、丸4番集団によりプレッシャーをかけるということでこれは、まあ、いわゆるその集団でぞろぞろやってきて何かこう威圧的な態度を取ったりとかこれも威力業務妨害の威力にあたるということなんでまあ、威力の、まあ、解釈というのはかなり広めに取られているという感じですね。 そして2番ですね。威力業務妨害罪の具体例ということで、じゃあ実際どういったことが威力業務妨害罪に該当してるんですかというのを挙げております。まあ、そのまま読み上げたいと思います。丸一番、暴行・脅迫によるものというのは、業務中のバスの運転手を殴打したということですね。この後事故を起こすでしょうね。えー、大変危険な、えー、威力を行使したということになります。周りは大声で、大声を上げるもの、長時間にわたって店に居座り、大声で理不尽に クレームを言いい続けたということですからこれも何らかこう実行的な行動はしてないんですけどただ大声でクレームを言い続けるっていうことは大変悪質だということはまあお分かりになるかと思います特に店に入ってその中でわーわー言ったらそれはやっぱり威力業務妨害になるでしょうねまあ店っていうのはもちろん業務をしていますからねそしてまる3番物に向けられたものということで電車の 線路に置き石をしたこれは電車がひっくり返ってしまいますね、大変危険な行為ですね。 えー、そして、丸4番、集団によるものと、駅の構内において多数でデモ行進したり、座り込みをしたということです。まあ、ちなみに、えー、賛成との演説っていうのは、許可を取って場所で演説をしますということで、事前に、えー、申請を出していますから、この演説行為に関しては、まあ、OK ということですね。まあ、もちろんあの、許可が下りなければ、そこで演説することはないでしょうから、まあ、集団で こうデモ更新とかを多数でやるっていうのを無許可でやったらダメですよっていうそういう感じですね。で、丸5番、その他、猫の死骸を同僚の事務所の引き出しに入れたと。まあ、これもですね、漫画とか、その小説とかで結構出てくる表現なんですけど、これ思いっきり犯罪ですから絶対にしてはいけないというか、まあ人間がやることではないんですけどね、こういうことは。 はい、えー、という感じです。なので、えー、こちら、威力業務妨害とは何かということが、だいぶ理解していただけたかと思います。刑法第233条、えー、これはいいか、これは飛ばして、刑法第234条ですね、威力を用いて人の業務を妨害したものも前条の例、つまり3年以下の懲役または50万円以下の罰金にしますよと。 そういうい規定がありますこれは刑法犯ですよということですね。はいということで以上をまとめますと参政党の街頭演説にやってきてその演説中に暴言を吐く行為は1参政党に演説者3生還する聴衆4近所の住民5 公公共共機関や公共施設を利用する周辺の通行人6、メディアを通じて演説を主張している視聴者に対して威力業務妨害を現在行っている危険人物ということができ現行犯逮捕もありうる犯罪行為であると言えるということが今回の結論ですね。ちょっとまあ1から6番までそのまあ、いわゆるその被害者の一応列挙をしてみましたけど。 まあ、特に1番2番3番ですねこの辺りに対しての、まあ、直接的ななな威力を行使していいいるるとと言えるんじゃないかなと思いますで。間接的にですね近所の住民や公共機関やその利用する通行人ですね、えー、そして我々視聴者ですね一般視聴者だからその場にいないんですけどもやっぱりそういった危険な人たちが寄ってきているんだっていうのはこうまあいわゆる画像からと映像を通して感じる恐怖に 私はなるんじゃないかと思うんですねだからこんな危険なことをやってるやつがいるんだそんなところには行きたくないっていう、まあ、そういう消極的な思いをさせるのにはまあ一役買っていると、まあ、私は思うのでそれは非常にマイナスなことだというそういう理解をしていますまあ,あ,あ合わせて、えー、こういう1から6番の人たちに、えー、こういう危険な行為をしているんだということをですね、まあ、ちょっとこの動画で明確に申し上げたところですね はい、えー。ということで、えー、ここまでご説明してまいりましたが、えー、いかがだったでしょうかということで、多分、威力業務妨害という言葉を聞いたことがない方っていうのはかなりいらっしゃるかなと思いますし、まあ私もですね、実は刑法は専門ではないので、あの、今回ちょっと調べて、で、えー、考えられることをですね、なるべく細かに、えー、そしてまあ、賛成党現象じゃなくて、賛成党のこの演説においてですね、こうやって邪魔をしてきている、やからがいるということに対して、えー、現状、客観的 的に考えられるその法的対処とかあの現状とか、えー、ま在、あ、場ですねそのあたりはこのように解釈できるのではないかということでまとめてまりましたあのー、まあ今ですね私はその最小限さんという方とコラボをしていてでその話題の中に上がっていた東京ファイブというあの女性5人のですね方についてお話しするというそういった対談をしている中でですねやはり、えー、まあいろいろまあチェックしてたんですね動画も見ましたしあの 話をすするためにもですね、えー、彼女たちがどういった考えを持っているのかどういう演説をしているのかというのを、まあ、ある意味取材していたようなところなんですね、でそうする中でもうとにかく耳につくのがあの罵声なんですよね。 であの、正直、ですね、この、まあ、政治活動、そして特に賛成党というこういうい、まあ、新しいその政治現象だと私は思っているんですけどそれに対して、まあ、のこのこやってきてわわ言って演説を妨害するということがまかり通っているということ自体にあのぜひ疑問を感じていただきたいし、えー、怒りを感じていただきたいし、えー、考えていただきたいというそういう思いがあって今回、ちょっとこういった動画を出しています。まあ、私からすすればですね、賛成党 とししてて立候補している方々、あるいは活動をですね、えー、通して、まあ、壇上に上がって演説をされている方の,、まああの真摯な声を聞きたいと思って聞いているわけです特に、まあ、今回は東京ファイブの5人の女性含めて、あのー、まあ,あの本当に、あのー、強い記憶、えー、正しい女性たちが一生懸命声を上げているという思いで、えー、聞いていましたが、あのー、その美しい女性たちの裏でですねギャーギャー言ってる愚か者が いると。で、あのーまあ、その愚か者の声が耳に入るとそっちに気がいってしまうので彼女たちの声が届かなくなってしまうんですよね。で私が今回その取材をするような形で彼女たちの声を聞こうとやってるんですけどそっちに耳がいってしまうしでやっぱり嫌な気持ちになるんですよね。その結局一生懸命頑張っっててて、いいるのに、何をを思ったかそれをその邪魔していて で何を言ってるかもわからない、そのただのその雑音を発することがまあ彼らの目的ですからね、目的意識が犯罪レベルという、まあ結局、何というかそ、まあ、そのま考えそこに時間を取られることも時間の無駄でしかないわけですから、その連中の言ってることがまあ一理あるとか、まああ,のある意味は正しいとか。 だからそういう考える余地もないその雑音発して喜んでいる連中に対してどうして我々一般国民がで一生懸命頑張っている立候補者あの演説者の方々がそして参政党の,、まああの運営をしているその幹部も人たちも含めてです、ね、迷惑を被っているわけですでそれがまかり通っているということ自体が非常におかしいということとあとそれが 本来まかり通るようなものではないですよということをですね、まあ私からまあ提案したいと思った次第なんですね。だからまあよ,よく言うですね、その批判的な意見であるとか、反対意見であるとか、まあそんなレベルでも全くなくですね、ただの雑音を発することが連中の目的ということなんですよ。だから演説を妨害して、で、聴衆の人たちに威圧的なまあ、と態度をとってですね、で、 結局はその警察も対処なかなかしてくれないんですよね。それが、まあ、あの、やっぱり人間一人を逮捕して手続きするっていうこと自体がなかなかそう簡単にはいかないということは、ま、私も頭にあるので、その犯罪要件に,に該当していようがですね、あの、その場でその連中を即座に逮捕して、そして、ま、刑務所に入れるということが、 できますよと言われてもなかなか難しいというそれがまあ今の多分参政党の周りにあるそういう事情だと思うんですよ。これが例えばですね天皇陛下があのまあ壇上に立たれるとか、まあ、そういう状況であればああいう連中がもし入ってきたらすぐにつまみ出されると思うんですが、えー、そこは参政党が演説をしていてもすぐにつまみ出されることがないということなんですね。 でこれは動画からはっきりわかることです。あの、私は一生懸命、あの、彼女たちの声を聞こうとしたら、わーわー言ってる、その、犯罪者の声が聞こえるわけですから、すぐにつまみ出されているわけではないということなんですね。だから、それからわかることは、結局、そういったわーわー言う演説が、 いつどこでも可能であるという思いをさせるには十分かと思うんですね。だからな何者が、何者がそうさせているかは私も知りませんが、えー、そこの演説場にですね、何を思ったかのこのこと向いてきて、わーわー言って、そして何事もなかったかのように帰っているということを、誰かが咎めていくっていう方向を示していかないと、 次から次に同じようなことが起きてしまうし、本来犯罪であることが犯罪でなくなってしまうという、そういう抑止力を失ってしまうということになると思うんですね。だからまあ私としては、あのまあ、聴衆に行かれる方もそうです、そして動画を見ていただいている方もそうです、そして参政党の立候補者、候補者の人たちもそうなんですが、この威力業務妨害罪というのはどういうものかということをですね、まあ、あのどんな形でもいいので、うん 何かしらその考えていただくことが大事だと思いましてでまあ私なりにこういうまとめ方をしてみましたでこの動画で主張していることはもう動画の中の通りなんですけど、まあ、とにかくですね私の意見としてはものすごく迷惑なんですよね そういういい輩がいることも迷惑だし、えー、一生懸命頑張ってる人たちに雑音を浴びせることがですねまかり通っていることも迷惑ですし、まあ、実際彼女たちの声を聞きたいと思って聞いてるのにそれが邪魔されていることも腹が立つしで参政党が一生懸命国に国に対してアプローチしていることが気に入らないという考えているそういう人間あるいは組織がいるということも 私からすればですね、かなり横縞なものを感じるというところでもあります。ですから、まあそういったものに対して、まあ、アプローチする方法がここにしっかり、ちゃんとシステムとしてありますよということをですね、ちょっとまあぜひ皆さんにお伝えしたくて、ここでお話をしておりますよという、そういうところですね。だから、まあ私のイメージとしては、その演説を邪魔するっていうことが犯罪ですよということが、 あの誰も知らなななないいいんんじじゃかなっていう感じなんです、ね、まあ各位私もどういった構成要件で実際どういう事例があるのかなっていうのをちょっと今回調べてみたんですけど構成要件はわかるんですけども事例が出てこないんですよ結局あの例えば、まあ、仙台駅前で10月の20日に行われていた演説が「何がし」という人物がやってきて逮捕されましたと。 で、逮捕されて、で、一応、こういう、まあ、だいたい50万円の罰金を払うことになりましたので、ご報告させていただきます、とかいう報告を、まあ、ぜひぜひですね、あの、してほしいし、そういう方向に持っていってほしいと思っています。結局、まあ、ある演説を見に来ていたら、 あ,あ,ある演説で、そういったアンチの人物が、わーわー言って、演説を妨害しましたということが発生した時点で、あなたは威力業務妨害に当たりますので、えー、何時何分逮捕しますっていう風になって、で逮捕されますと。そしたら、わーわー言った瞬間にそいつは逮捕されるので,で、それから1ヶ月後ぐらいに判決が出て、でまあ、結局、わ、あのーわー,ー言おうとしたぐらいにとどまったので、罰金はまあ20万円で済みましたよっていうような話をして、 で実際何時何分に逮捕されました何々という人間が名前もちゃんと公表して何々という人間が逮捕されてで今あの罰金を払っていますよとか、まあ、そういった報告が後からやってくるということがあればあ簡単に演説をわわわ言うことがで,できないんだなということがあの世に知れ渡るしでそうなればですね抑止力になるんですよね。 だからまあ私がまあ今回本当にそのまあ女性の言い分っていうのがどういうものなのかなっていうのを調査したくてで一生懸命聞いてたんですけどそういう妨害者が現れたんでその動画は非常に聞きづらかったんですよねで聞きづらいけどあのまあそういう話をするということだったからまあまあ一生懸命聞いてましたしでもまあ途中でちょっと面倒になったりもしましたしだから 本当に一生懸命頑張ってる人たちの声が書き消されているというのが現実だということそしてそのか声を書き消したりとか周りの人たちが聞いて聞きたいと思って集まっているところに、えー、のこのこ現れてわーわー言ってそんなものが許されているということにもまああのー まあ非常に危機感を感をじるんですよねそういったものが許されるということは他のいろんなところも許されてしまいますよというそういう危機感ですね。でまあ危機感というか現実そうなっていることもすでに、まあ、あの危機感としてまあずっと感じていたことではあるんですが、まあ、ただ、まあ、やはり参政党が登場してでいろんなおかしいことをおかしいと言ってくれることによって私もですねあ じゃあこの威力業務妨害が犯罪だということをですね、聞いてくれるんじゃないかなと思って今回あのこの動画を作ったという感じですねだから皆さんが興味を持っていただくことによって初めて議論ができるということが、まあ、よくよく分かったかなというところなんですよだからまあ私がよく言うその誰々はこういうことを言ってるからおかしいとか批判したいとか間違ってるとかよく言いますけど犯罪者というのはそのレベルより明らかに下の行動をしていますから もう議論の余地なし刑務所行きだけみたいな、まあ、罰金払えみたいなそういう存在なので、まあ、それをですね皆さんにぜひ認識していただいてで刑法に違反するということはそれはすなわちまあ罰金もしくは懲役ですからね罰金もしくは懲役ということをです、ねまあ、ちょっと改めてここで申し上げてで、えー、まあ皆さんもですねそういったあの考え方があるのだということと同時にですね何がおかしくて何が あの正しいのかということのです、ねまあ、判断の材料に、まあ、していただければなと思った次第ですね。 はい、えー、ということで、えー、一応、後語りとしてはこんなところかなと思いますが、あのー、この内容自体はですね、あのー、もちろん私が、まあ、ちょっと急いで調べて、えー、言っていることでありますので、まああのー、間違っている部分もあるかもしれないという思いは正直あります。まああのー、専門家ではないので、ただ、まああのー、こういった考え方ができるということだけは、あのー、全く間違いようなない事実ですから、まああのー、それについてですね、あのー、ぜひ、えー、もし何か気になる点とか、コメントをいただけるようなことが ありましたらですね、ぜひあのコメントに書いていただいて、えーまあ、私としてはですね、何でも答えたいと思っていますしまたそれも議論をですね、していければなと思っておりますのでどうぞ、えー、コメントの方もぜひよろしくお願いいたします。また何か他に気になることがあれば何でも質問ください。はい。ということで以上になります。